ゾンビいっぱい出てきたけどさ、前みたいな、スーパーゾンビタイムやっけ。そんな愉快な名前やった？お？うわー、来たー。うわー、一気にいっぱい、うえーい。やっぱりゾンビだー。ちょ、待って、逃げようや。とにかく逃げるぞ。入り口まで戻るんだ。入り口の方にはおらんの？入り口に戻ろう。あ、おらんっぽい。戻ってきたー。てかよくそいつの前に折れるね。いきなりびっくりしたな。なんですかさっきのは。すっごくキモかったにゃ。ゾンビだよゾンビ。やっぱりゾンビはいたんだ。ケイタくんの言っていたことは本当だったんですね。そして、緑色の液体と足跡はゾンビのものだったってわけですか。てか、こんだけ騒ぎよってこっちにこんもんな。スーパーのゾンビの秘密。手がかり、緑色のゾンビを掴んだ。問題はこれからあのゾンビたちをどうするかあったな。てか、ゾンビいっぱい出てきたけどさ、前みたいな、スーパーゾンビタイムやっけ。そんな愉快な名前やった？あれには入ってない。動き出さない、うわーほら、動き出さないでって言った途端に動き出すとかどんだけだよ。Hey boys! お困りなら俺が力になってやるぜ。ピーラビットが動いた。おいおいおい、そんなに驚くなよ、ブラザー。せっかくこの俺がゾンビたちの秘密を教えてやろうってのによ。ゾンビたちの秘密？え、なに、普段こいつ動かないの？なんか人入ってるでしょ？あ、このスーパーのバックヤード。つまり、店員たちしか入れないエリアにゾンビの秘密が隠されているぜ。って、ついでに言うと、そこに通じる鍵は俺が持ってるぜ。ついてるな。だったら早速その鍵を借りて。おーっと、ストップストップ。誰も鍵をやるとは言ってないぜ。鍵が欲しけりゃ、スーパーから食い物を持ってきてほしいぜ。君の隣にもたくさん食料はあるじゃないか。それをかじってろよ。そうだなぁ。例えば、虹色ジェリービーンズとか？え？虹色ジェリービーンズがあった場所ってさ、今ゾンビが大量におる場所じゃね？は？そんなの自分で取りに行けばいいにゃん。ちっちっち。だってほら、俺はこっから動けないんだぜ。え、なになに、固定されてるの？目の前に何でもあるのに食べられない。俺ってかわいそうだろ？うぜえ。やれやれ、仕方ありませんね。ケイタくん、スーパーから虹色ジェリービーンズを持ってきましょう。持ってきましょうとかそんな簡単に言われても、持ってこれないんだよね。ふざけんなし。またあれでしょ？でも、これ、今回あれだ。範囲が記されてないよ。視界が。それって何？ちょっとでも見つかったら、猛ダッシュでこっち来るんじゃないの？視界ないってことは。普通のモンスターと、モンスターじゃない。普通の妖怪と同じってことやろ？ないわー。うわー、ほら、もう嫌だ。姿が見えたら終わりじゃね、これ。こっち向かんかったら大丈夫なんかな。どこよ、虹色ジェリービーンズ。あ、ここか。もしや。早くどっか行っておくれ。この辺じゃね？この辺じゃなかった？あったの。ちょ、なんもないんすけど。なに？こっち側とかそういうこと？なんもないじゃん。どういうことよ。この辺？このさ、棚の色が変わっとる場所にあるんじゃないん？違うん？違うの？どこですか？マジどこなん？なくね？絶対この辺虹色ジェリービーンズあったって。なに？場所変わっとるとかそういうパターン？こっち？ちょい。怖いよー。ゾンビのなんか、移動する場所もよくわからんし、この辺？マジでないんすけど、何？どうやって探すの？ひえー。これは全然違うし、これ？鍵がかかってるみたい。これの鍵ってことか。虹色ジェリービーンズはどこ？どこ？
どこってか、どうやって取るの。ちょ、もう一回話しかけてみよっか。ねえねえ。虹色ジェリービーンズがないと死んじゃうんだよね、俺。あれじゃね？ピーラビットが死んだらその隙に持っていけばいいんじゃない？鍵。それが一番平和なような気が。ねえ、どうやって取ればいいん、これ。ピーラビットに頼まれた商品。だからその商品なんだよ。その商品をどうやって取ればいいの？あ、そっか、そういうことか。カゴだ。カゴがいるんだ。そこにたどり着くまでに私どんだけかかってんだよ。なるほどね。あ、これでやっと取れる。でもこのカゴを持ったことによって私はものすごく動きづらくなったんだな。ちょ、ゾンビたち早く引いてくれ。おーし。ちょっとなんか、若干滑るようになったしさ、これ。は、さ、多分ここ。うわ、違う。ピーラビットに頼まれたのは確か虹色ジェリービーンズだろ、分かってるんだ。ってことは次か？ささっと探してピーラビットに渡しちゃいましょう。あっち側かな？全然違ったりして。遥か向こうとか。この辺。デリシャスティック、ちげえ。あれ？思ってた場所と違うことにちょっと今すごく動揺している私。こっちかな？あ、そっち来るのね。はいはい。あっちかな？さあ、曲がれ。よし。おっしゃった、虹色ジェリービーンズ。説明も押さずに。説明も、押さずに？説明も見ずに押したけど。さあ。ピーラビット、はい。どうぞ。頼まれていた商品をピーラビットに手渡した。さあ、満足だろう。頼まれてた食べ物、持ってきたよ。サンクス。でもな、まだ足りないぜ。何、調子に乗ったな。どういうことですか？どういうことも何も、そのままの意味さ、ブラザー。お次はアボカドとキングサーモンを持ってきてほしいぜ。この二つをサラダにしたら最高に合うんだぜ。知るか。仕方ありません。スーパーの売り場に戻り、アボカドとキングサーモンを持ってきましょう。待て。なんか聞こえないか？え、なになになに？増えたとかじゃないよね。え、近づいてきたとか？うわーい。なになに？揺れてますけど。誰だよ誰だよ誰だよ。スーパー店長。くんくん。人間の匂いだ。人間。どこだー？なにこれ？見つかっていかんやつじゃないこれ。大丈夫？めっちゃ歩いてきよるけど。なにあれ？なんか俺たちのこと探してるみたいだけど。静かにしろ。もしもあいつに見つかったら。匂いでバレんの？ブルブルブル。やばいです。あんなの絶対やばいですって。これかいくぐっていくパターンですか？できる限り見つからないように進んでいきましょう。やめてよー。てかもうすぐそこまで来よ、うわー。しかもこのカゴを持ってやろう。うわー、なんだよ、どんな。ピーラビット動けよ。これか。よっしゃ、アボカド。そしてキングサーモン。多分こっちの方のはず。きっと。多分。違う？これは？ちょ、見えねえ。これこれこれ。プレーンドッグ、違う。わかってます。キングサーモンです。スーパー店長どこ行った？スーパー店長の動向がわからないから恐ろしいんだけど。行動パターン決まっとんかな？鳥、待って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 、こっち来る？もしかしてこっち来る？こっち来られたらちょっともう逃げ場所がないから。あー、向こう行った。よかったー。さすがにこっちまでは来んか。あ、だいたい動き寄る場所は同じような感じってことかな。待って、そこのゾンビ。早く向こうへ行きなさい。そうそうそう。この辺かな？ムール貝。あ、でもこの辺。多分この辺が魚介類とかそういう感じってことやろ。あ、キングさんもいらっしゃい。さあ、向こう行ったね。スーパー店長向こう行ったね。はい、ピーラビット、今度こそ。
頼まれていた商品をピエラビットに手渡した。これで満足でしょ。ちょっと神経が、あのヤバそうなやつ一体何なの。ボーイズ、あいつを見ちまったようだな。あいつはスーパー店長、このスーパーの全てを取り仕切るゾンビたちの店長さ。もしもあいつに見つかったら、見つかったら何やん。何、やばい、そりゃそうだろうな。そんなこと見たら大体わかりますよ。それより頼まれてたやつ持ってきてやったぞ。これで終わりだろうな。サンクス、これで俺も大満足。するにはまだ早いぜ。あともう少し欲しいんだぜ。何ふざけんなよ、そんなスギちゃんみたいな喋り方しやがって。今度は何ですか。サポートライフ7月号とヨカコーラ2リットル、ついでに身代わり人形も頼むぜ。何それ、なんか持ってくるものどんどん増えていってない。頼むぜブラザー、これが本当に最後のお願いだからよ。ここでずーっと立ちっぱなしなんだね。かわいそうだと思うだろ。もう思わないです。やれやれ、サポートライフ7月号とヨカコーラ2リットル身代わり人形ですね。うわ、何の音だ。スーパー店長やろ。こいつはまずい、こりゃあいつが暴れてる音だぜ。あいつってさっきのあのスーパー店長。暴れてるって何。なーに、見つからなければいい話さ。ケイタ君、急いで戻ってきて、とっとと鍵をもらいましょう。ねえ、暴れてるって何なの、暴れてるって。その言葉がものすごく怖いんだけど。走り回ってるとかそういうことじゃないよね。とりあえず、一旦さ、スーパー店長の、マークを確認したいんだけど、どういう感じで動いてるのか。え、いなくないっすか？おー、いたよー。スーパー店長いたよー。もしかして暴れてるってあれ。あの、道が塞がれてますけれども。マジかよ、そういうこと？あ、まあでも、スピードが上がったとかじゃなくてよかったけどさ。待て、ゾンビ。スピードが上がったとかじゃないのはよかったんだけどさ。何？道が限られてくるってこと？やめてよ、そういうの。てか、マジこのカゴ邪魔だわ。このカゴ超邪魔だわ。こっち。マジかよ。てか、結構のらりくらりかわせるもんだな、ゾンビ。このスーパーゾンビタイムに比べたら全然マシってことか。うん、全然マシだな。ちょ、待って。で、スーパー店長、もしかしてそこ通ってきます？ね、これ何これ。え、なんか上を行ける。いや、上を行けるのはいいんだけど。え、待って待って待って。あのさ。え、なになに？ゾンビ見つけたけど全然ぶつかっても来ないんだけど。いや、っていうかね。あの、スーパー店長さん？あなたちょっと、壊した場所の上も普通に通ってきたよね。え？待って、これどうすればいいの？ジャンプか何かできるの？はっ。いや、できないけど。え、できないっすけど。はっ。え、勢いつけたらいけるかと思った。あ、こっち側にもしかしていけるってこと？いや、いけませんけど、何か。はい、ということで。じゃ、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。